ファーブル水蒸気三面図、ファーブル水蒸気、またはカナールは航空史上最初に自らの動力で離水に成功した水蒸気である。フランスのアンリ・ファーブルが設計した。選手の家に生まれたファーブルは工学と水力学に興味を持ち、フランスで航空熱が高まると水蒸気の製作を決意した。胴体は2本の針を基礎構造としており、 主翼は上下で翼服の異なる服用であった。旋備翼を備え、機尾にも単用の翼面があった。胴体の上部ビーム後部にノームロータリーエンジンで駆動される推進式のプロペラが取り付けられた。開発は4年間にわたり、ファーブルの他にマリウス・ビュルダンやレオンセ・ビーユが開発に加わり、ボンヌメゾンが開発し、ファーブルが特許を取得した3個のフロートが取り付けられた。 1910年3月28日に南仏ブルシュイコールデュローヌ県のマルティーグのベール湖で離水に成功し457メートルの飛行を行った。特筆されることはファーブルはそれまで飛行経験がなかったことである。初飛行の日にさらに3回の飛行を行い1週間のうちには飛行距離を6キロメートルまで伸ばした。水蒸気の成功から ボアザン兄弟も水蒸気の製作をはじめ、ボアゾンはファーブルのフロートを購入し、カナールボアザンとして飛行させた。1911年にモナコのイベントでジャンブ級の操縦で飛行した。飛行の成功の後、ファーブルは何機かの水蒸気を製作したが、フランス航空のパイオニアのためのフロートの設計に専念した。2機が保存されており、1機は ブーシュイコールドゥローヌ県のマリニャーヌ空港、もう一機はパリに近いセーヌサンド2県のルブルジェ、航空宇宙博物館に展示されている。エンジンのブランド名、ありがとうございます。